おはようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日も皆さんと一緒にウォールロボッツ見ていきたいと思います。って話してる最中になんか来たねこれ余計なことすんなって感じだなあのね、今日の朝ですね、あのイミュンアンプリファイヤーのお話を、緊急報告をさせていただきました。あ、相当やばいよねって話をちょっとさせていただいたんですけど、一番セラフがですね、最も、スタック速度が速いよってちょっとお話をさせていただいたんですが、ちょっと私の勘違いっていうんですかね、仕様が多分ね途中で変わったんだと思うんだけれど、まあ勘違いなのかもしれないので、まあちょっとその点はご容赦いただきたいんですが、間違ってた情報がありましたので、ちょっとその修正をと思いましてですね、急遽、検証動画を上げさせていただきました。で、結論から言うと、今回のイミュンアンプリファイヤーって受けたダメージではなくて、減った体力に、比例してスタックが溜まるようなので、そこちょっと注意してください。なので、セラフが、空中に浮いてる間ですね、硬くなりますよね。硬くなってる時は、ダメージ、かなり、カットされてるので、スタック速度がぐんと落ちます。なので、実際にはね柔らかい状態でね受けてないとやっぱり溜まらないってことが、ちょっと検証して確認したところ、判明してますので、それをちょっとこのあと動画で見ていきますっていうところですが、実はですねこの動画を一度、お昼ぐらいにねアップしたんですね。でその後ですねもう一度別の方からコメントいただきまして、今回ねイミュンアンプリファイヤー私持ってないので、まあ、同じようにねダメージを受けたら減る、スタックがたまる、リペアアンプでですねその速度を、見てもらおうと思って、出したんですね。それがですね、確かですねリペアアンプって受けたダメージの比例でですねスタックたまるもんだと思ってたんですけど、これちょっと違っていて、ここもごめんなさいね間違っていて、もうすでにさ、100人近くの方が視聴されてるので100人近くの方誤解を与えてしまいましたんで申し訳ございません。結論から言うと、スタックはですね、受けた固定ダメージなので、リペアアンプっていうのはパーセンダメージなんだよね。自分の体力の 3% がダメージ受けた時に、1スタックを獲得するので、セラフの場合って、マーク3の状態で23万1600っていう、耐久値があるんですね。これの 3% だと約、7000弱ぐらいのダメージなので、7000弱ダメージを受けると、1スタック溜まるっていうのが、リペアアンプの現状になります。ごめんなさい、セラフの、リペアアンプの現状になると。ということはこれから見ていく動画っていうのは今リペアアンプで試してるので、実際にはイミュンアンプリファイヤーっていうのは2万ダメージで1スタックだとすると、リペアアンプの場合、セラフのねリペアアンプの場合7000弱ぐらいで1スタックなので約3倍ぐらいの差があるんですね。だから、これから見ていく動画は、あくまでも、リペアアンプの、スタック速度であって、これの3倍ぐらいかかりますっていうのが、イメージだと思います。そういう感じでちょっと見ていただく形になりますので、ご注意ください。ちょっとねまどろっこしいよね、もうね取り下げちゃおうかと思ったんだけど、やっぱりねここね重要なので一応雰囲気だけでも味わってもらおうと思って、やっぱり上げることにしましたね。イミュンアンプリファイヤー持ってる人ね一度ねやっぱり検証動画上げていただいて、誤解のないようにちょっと していきたいかなと思いますので、もしね持ってる方がおられましたらですね動画上げていただければ皆さんの役に立つと思いますのでよろしくお願いいたします。それではですねちょっとこれから検証動画、見ていきますけど、内容がちょっと、置き換えて見ていただく形になりますので、その点注意して見ていただきたいと思います。それではよろしくどうぞ。はい、左の上のところにですね DP が出ます。ちょっと見ていきましょう。はい、ちょっと受けて、今もう4、6、8と溜まりました。はい、この後ですね、飛んで、敵を攻撃しに行きますけど、この間攻撃受けてんだけどやっぱりここで上がってないよね。ここがですね、私昔とちょっと違うよって、間違ってましたっていうところですね。で着地して、着地際には攻撃を受けてるので今もう17になってます。はい、今18ですね。で20、25、30、27っていう、まあそんな感じで今なってるんですね。要はですね、これぐらいの速度の約3倍ぐらいのお時間で
スタック20貯まる、そんな感じの速度になってます。ちょっとね、まあ私かなりね、朝方はね焦ってたけれど、そう考えるとですね、意外とマイルドかなっていう気はしないでもないかなって今はちょっと思い始めてます。でもね、それでもですね、やっぱり、かなりのスタック速度なので、ここはまあ注意が必要かなと思いますけれど、逆に言うとね、セラフぐらい柔らかいとさ、ひょっとしたら、たまらない可能性もちょっと出てきたよね。やり方は、そのなんだろうね、リペアを使ってでさ、回復しないとちょっと難しいぐらいのレベルになってくるのかなって気がするけれど、もっとどっちかっていうとさ、フェンリルとかさ、あっちの方がなんかやばそうな感じになってきたね。まあちょっとそのあたりはさ、持ってないので確認ができないんだけれど、まあ少なくともさ、こういう感じの、速度になりますっていう雰囲気をちょっと見ていただこうと思って、動画上げてます。そんな感じです。以上になります。